電眼検定まるまる王みたいな企画よくあるじゃないですか。問題数がね、10問とかでその人のことの王になった、うん、なわけないやろ。浅はかだ、浅はかだ特に僕の散々今まで王やり散らかしたから今さらほんまなんてひどいの。それがめちゃくちゃ大企画の、まあ、ある意味一つの問題点。今回はですね、いつもの何倍もの問題量、50問、40問が筆記テスト、10問が動画クイズになっております。おー、はい、なるほどね、はいはい、でこの筆記の40問はまあ動画で取り上げるか取り上げないか微妙ラインの最初ちょっとだから結構身内ラインで分かりづらい。そうですね、これ視聴者の皆さんもこれ問題貼っておきますから概要欄にぜひね自分で電眼検定に挑戦していただいてね。で、万が一全て正解した方にはね、電眼のクローンという称号を差し上げます。いやいやいやで、30問正解すると段が取れます。6問正解すると9が出ます。ああ、6問以下で、ね、5問以下だとオワコンと、オワコンということで、もう今後私との会話ができないかもしれませんはい、ということでやっていきたいと思います。ということで、負けたパテのウェズクローン複製ということで、まずはですね、筆記テスト開始したいと思います。はい、制限時間はですね、多分10分ぐらいで終わるんじゃないかと。あ、結構早い。終わるんですけど、ほんま分かるか分からんかなや、ね、正直反射ゲーです。最初の 0. 何秒考えて分からなかったら分かりませんはい、ということでやっていきたいと思います。よーい、スタート。いやー、ちゃんと長くやばいやろこの問題何がですか。5問目運行庫丸はは、やは個人的に正解してほしい問題はですね、まあ、29番は多分3人とも正解すると思います29番の問題は3人とも正解するはずです。17番は昨日限定です。17番はそんな流行りスタリーある。よし、完投してるぞ今現状完投はしてる。ふめさんどうすか。まあマジでのよに。いやでも聞いたことない単語めっちゃ出てくるんですよね。例えばどれですか。眠たい時眠るというか、それはもう初見。なんというか、それ初見よ俺。これ昨日しか言ってません。昨日一緒。誰に対して言いました。昨日はね、みんなに対して言ったんやけど、マコしか聞いてません。いや、それ聞いてくれる友達持ってるの幸せですね。まあ40番とかは結構。うわ、40番ゴミ問題きた。これは俺は分かるよ。お前の頭脳なら分かるよ。でもこれで停止します。よし、じゃあはい、僕もこれで、はい、10、9、8、ほら中かけ、中かけ、中かけ、6、1、カレーゲゲ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 ーン。はい、はい、ありがとうございます。はい、ということで第1段階終了と、はい、いうことで、はい、いや結構ボリューミーでした、ね、ボリューミーでしたね。いや正直ね、これ10分15分で終わると思ったら、もうお腹いっぱいや。お腹いっぱいですか。今から動画クイズいきます。はいっす。サクサクっとね、いける問題もいっぱい用意してるんで、はいはい、サクッといきましょう。はい、サクッといきましょう。はい、まず第1問、はい、こちらでこれはさすがにね。はい、ということで、じゃあ皆さん一斉にオープンしてください。せーの、はい、ジェネレーションシステム。ジェネレーションシステム。ジェネレーションシステム。はい、ということで正解はこちらです。はい、ジェネレーションシステム。おー、正解でございます。はい、ということで皆さん1問正解でございます。はいはい、これはもう視聴者回答率も 98%。 いや 98%、 これはね、98%の問題です。はい、次こちらです。はい、飲食店で2品食べました。これはもう何を頼みますか。はい、こちらです。飲食店。はい、簡単です。これはもう飲食店。はい、じゃあオープンしてください。せーの、はい、はい、ポテトとコーラ。コーラとポテト。コーラとはい、ということで正解はこちらです。一択でしょう、ポテトとコーラ。イエーイ、はい、イエーイ。まあまあ簡単ですね。簡単ですね。はい、いきます。右折するんですか。あこの質問でございます。はい、こちら電眼検定、初段レベルですね。こちら初段レベル。だってみんなそろそろ
最近のトレンドです。最近のトレンドですよ。あ、でも2つあるね、これ。俺これ2通り回答があるんですけど。あるんや。あるんですけど、いや、その片方を選んでるんで。はい、ということで、じゃあ正解オープンです。せーの、はい、左折ではない。俺、右折、世界で5番目に上手い。あ、これは左折するとき言うんや。あ、そうなんですか。俺の予想では左折しません。はい、じゃあいきます。左折、日本、左折、ほんとに。まあまあまあ、右折するけど、俺左折やったら世界ランク1位。ほら、ほら、左折やんけ。ほら、切れ替え、左折、マジ世界一上手いの、俺。右折は5位です。一緒。お前、これも言うやん、最近。これが最近のトレンド。しかも俺、左折の時はこっちって言ったよ、俺だって、ほら。マジクソ言って、お前、マジで、ほんま。あ、次、ね、こちらはね、筆記テストにもあったようなマニアックな問題です。こちら、はい、十分マニアックな問題でしたけど。はい、5問目です。エアコンつけます。こちらです。え、これはでも、聞いたらあーって3人ともなります、多分。マジで。はい、ということで、いきましょう。せーの、はい、はい、松潤の好きな温度設定は28度ってことだけ言っとくわ。あー、すごい。松潤のエアコンの設定は23度ってことだけ言っとくわ。はい、エアコンディショナーではない。キムさんと俺、温度調子が絶対28なんですよね。温度忘れました、僕。はい、いきます。はい、こちらです。まあ、松潤やったら適当に28。イエーイ、イエーイ。松潤やったら28度、ここです。はい、花尾さんも大正解。ありがとうございます。いやー、初めて聞きました。はい、次、第7問目、こちらです。これ、さてはドッキリか。あ、これか。こちらでございます。多分これ。おやみさん、帰ってきて、こちらに。多分分からんけど、これしか思いつかへん。これしか思いつかへん、分からんけど。だから、電源って基本的に、言い換えやから、全部。じゃあ、ドッキリっぽい音とか。あー、俺はそういう風に捉えてる。はい、ということで、じゃあ、回答オープンしたいと思います。せーの。はい。あー、あってひね。こっさり。いやいやいや、ここであれするんや。はい、いきます。回答いきます。こちらです。まあまあ、あっていい。じゃあ、お二人とも言う。やば、キムさんも言う。やば、危ねえ、危ねえ。これはあれか、天下一品の濃度のことね。そうです、そうです、そういうことなんや。そういうことです。初見プレイでした。5弦はこれ、もともと天一。次、答え3つあります。3つ完登できたら3ポイント、2個なら2ポイント、1個なら1ポイントみたいな問題になります。はい、こちらです。相づちしてください。相づちしてください。相づち、なんかしょうもないことを 言われました、はい、みたいな時に僕が言う言葉。回答オープンしてます。せーの、はい、はい、はべりかな。3つ書いていいんやね。あー、いいっす、1つ。あ、1つでいい、1つでいい、1つでいい。はい、僕はゼロではないと、はい、逆にありやな。はい、俺は好きやで。あー、言うね。はいはいはい、私もゼロではないと、まあでも限りなくゼロには近い。あ、その説もある。あー、言ってるな。はい、行きます。まあでも常識絶対ないんだ。なるほど。まあ、よかろう。よかろうか。なんで行くんやっけ。そうだよね。なるほど、ね、よかろう。ゼロではないの、どれかが欠けてたら1点です。はい、食べりかな、俺言わないっすね。続きまして、はい、ということで、こちらです。ブルックスブラザーズっていうブランド、よくない？これ簡単やん。めちゃくちゃ簡単やん、これ。答えオープンしてます。せーの、はい、それ、マチズンが好きなブランドね。松潤が好きなブランドってことだけやってた。あー、そうそうだね。マナカナの、マナ好きすぎてカナ嫌い。なんで出てくるんですか。あ、いいね、出てくるんですか。ということで、こちらこちら、まあ、松潤が着てるブランドね。お、はいはいはい、いいっすよね、松潤。ブルックスに来るとね、方向性が変わる可能性があるんですよって言ってました、バンドで。何言ってか分かんない。はい、ということで、お二人正解です、はい、あ、正解です、お二人正解です。正解です。やったー。次、ラストの問題です。はい、これ50問目です、だから要するに、こちらです。はい、有村架純ってやっぱ可愛いっすよね。あー、これよく言ってます、これ、実は。うわー、これちょっとむずいぞ。ということで、皆さん正解をオープン。はい、はい、
お姉ちゃんの方が好きってことだけ言っとくわ。あこれ有村架純と同い年やから実質有村架純だよね。あー正解は那志村架純ではない。あーそれも分かった。じゃあラスト、はい、いきます。こちらです。あー俺と同い年で兵庫県出身。俺は多分などっかでな何回も間違えてやってる。あー確かにこちらです。あそこか。お姉ちゃんの方が好きっていうのは多分広瀬すずアリスの時によく言ってます。あー今のはノエリン正解です。だから今のはノエリン正解です。今度は動画全員5点でいきますよ。残り筆記芸になりました。これお前たち、先週の天眼検定結果が出ている。その9から紹介しよう。3級が1人、2級1人、1級1人だ。段位の段位。今回お前たちの中から天眼検定段位は現れなかった。マジか。ということで、まあ3級の方からね、まず返していきたいと思います。天眼検定3級はノエリンです。まあまあまあ、ここはね。ノエリは50点満点中18点と。結構低いよ。でももうこちら同時に返しましょう。もう、はい、ということで2級花尾、1級キムでございます。あお答えは残念。お前だけよ。君たちは2点差の接戦だ。花尾はあと1点あれば1級だったと。あということですね。ということでね、少しね解説をしていこう。はい、あの眠たい時、眠というと電眼は何というか、はい、眠くないです。眠って言われるとくないって言って、お前眠くないでっていうのを結構やってるんですよね。あ僕5番はこれ確か全員やってました。運ぽうこ、はい、それも今日ですね。はい、それも。はい、次7番、ジャムおじさんのことを電眼は何というか、こちらジャムジャムライナーが取れる。19番、魔女の宅急便に関するサラリーマン時代のエピソード。これね、花尾キム正解してました。ありがとうございます。魔女の宅急便がかかったロボットがずっと一日中徘徊してて死ぬかと思った。こちらが正解です。25番、こちらですね、電眼が流行らそうとして流行らなかったもの一つ答え。これね、キムさんのやつ覚え忘れてました。あ、忘れてました。からのっていうのをフロムというのがあったんですけど、僕が書いたのはですね、なるほどな、トイレのことを見たらいという。あーいやでも笑ってたけどな。でルントーのことを池さんと呼ぶ。いやーこれこちら流行らなかった。次29番、全員やってました。デンガンがサラリーマンを辞めるときに花尾のお父さんに、じゃあこれはですね、損失やで絵が描けてた正解です。はいはい、損失やで会社辞めるときにね。そうですね、お前損失やでって言われちゃいました。これはまあ、はい、さすがに。で阪神タイガース好きな理由はこれ、たまに強いからが答えです。で、こちら40番、最後の問題。レンガンはハンドスプリングをできたことがないが、ハンドスプリンクラーならしてみたいと思っている正解です。ということで皆さん、はいはいはい、しっかり復習してね、はい、次こそダウンを目指すということでね。じゃあ今日の授業は終わる。お疲れです。お疲れです。キリーツ、いやー語尾しかなかったな。気をつけ、ありがとうございました。ありがとうございました。